古今小ま子は、女流落語家。落語協会所属の新内。本名、高木厚子。群馬県神羅郡神羅町出身。群馬県立富岡東高等学校。駒沢短期大学卒業。社会人を経て2003年、古今亭菊千代に入門。2004年3月、前座となる。前座名、千代林。2007年5月、二詰昇進。 2018年9月21日、新内昇進、古今帝駒子と改名。新新内同期5名の古今帝、小地、柳谷小平太、柳谷進之助、林屋太小倉、古今帝駒子の内公位点。古今帝菊池代が師匠で、初の女性落語家の弟子として、初の女性新内誕生、群馬県出身女性で、初めて新内昇進となった。中国。 台湾、タイで日本人向けに講演を行っている。移動距離は自慢できる。師匠のもとでなければ今日の日を迎えることはできなかった。広い心で許してもらったところがあると感謝。菊池雄は強情な弟子で大変なこともあった。個性を持って人情味のある話家になってほしいと激励した。所属団体や流派の垣根を越えた女流落語家ユニット。 落語ガールズに所属。他メンバーは、千柳つくし、林家ボタン、三遊亭愛は立川小春、三遊亭ビルク、春雨屋風子、林家線、柳屋花米、三遊亭遊ぶ狩り、林家あんこ、春風亭一花、立川男子、三遊亭遊ぶ七。浅草園芸ホール8月中席で毎年行われる、住吉踊り連に所属している。 小マコ東西落語系図、東西落語家系図、2018年12月19日閲覧。47ニュース、オン、ステージ群馬の女性初の新内に、古今帝地よりさん、高下新聞2018.8、2018年12月19日閲覧。一般社団法人落語協会、平成30年秋新内昇進集名披露、工業。 2018年12月19日閲覧。産経新聞2018.915落語協会。新進打ち5人お披露目同期生。誰が抜け出すか。2018年12月19日閲覧。朝日群馬。落語家古今帝熊子さん2019年3月8日。2020年6月14日閲覧。毎日新聞。古今帝菊池よ。 古今帝駒子女性の話か。もっと輝け2019年1月3日。2020年6月14日閲覧。神田町立福島小学校。落語会2 0 1 9 1 1 1十7 2020年6月14日閲覧。神田町立福島小学校。駒子文庫2020.19。2020年6月14日閲覧。 中国国際放送局2018年5月13日日本の落語家が北京で落語会開催2018年12月19日閲覧サンスポ2018.830古コ,コンテコマジラが新新打ち昇進披露会見新作落語1本でやっています2018年12月19日閲覧日刊スポーツ2018年9月1日 落語ブームの中、新新内5人誕生。これからが、少年は。2018年12月19日閲覧。話から、話。円菊銀座ライブ、遺伝子の会議。2018年12月19日閲覧。池袋ネット。5人の新内広工業。池袋演技場10月下席。2018年12月19日閲覧。国立演芸場。 11月上席落語協会新内昇進披露公演2018年12月19日閲覧北京日本クラブ201812月8日北京寄せ開催のご案内2018年12月19日閲覧落語芸術協会深川帝と寄落語ガールズスペシャル昼の部2018年12月15日 2018年12月19日閲覧。落語、おは、東西女流家のセリエン会、古今亭駒子新内昇進疲労工場、2018年12月23日、昼の部。2018年12月19日閲覧。群馬県、グラフ群馬2018年12月号。2018年12月19日閲覧。ありがとうございます。